そうですね、今年のツアーはアメリカを結構本格的に回ることができるので、私たちもまだ行ったところがない国にたくさん行けて、どんな人に出会えるのか、そしてどんなライブができるのか、私たちのライブは基本的にお客さんと作っていくものだと思っているので、私たちもすごく楽しみにしています。あと今回はアルバムをリリースして新曲をたくさんいろんなところで披露していくと思うので、皆さんと一緒に新しい曲を作っていけたらいいかなって思っています。 Go to Music Choice On Demand to watch more from your favorite artists.